賑やかな秋を彩るシュスタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはエアグレーブ、ライバスターレット、アグネスタキオン。さあ激しい先行争いで前に出たのはエアグレーブ。続いてアグネスタキオン、しかし離れてシンボリルドルフ。15番、4番手、西のフラワー、水槽1馬身差、ライバスターレット。1馬身離れて8番、1コーナーから2コーナーへ向かうエアグレーブ。先頭に立つのか。2番手の位置で先頭を伺うのはシンボリルドルフ。3番手には西のフラワー、内からライバスターレット、外を回ります。アグネスタキオン。15番、並んできた。1馬身離れて8番、その後34馬身開いてマモクロス、少し後ろから6番、動くか。並んできた。そのうち並んで3番、外から5番、向こう正面に入って先頭はエアグレーブ。集団が一つにまとまって混戦状態です。これだけ密集していると紛れがありそうですね。順位を振り返っていきます。先頭エアグレーブ、レースはよどみなく進んでいます。続きましたライバスターレット、1馬身離れてアグネスタキオン。それを見るように石のフラワー、さらにその外からはシンボリルドルフ、少し離れて8番、それを見るように動くか。内6番、少し後ろから18番、少し離れて3番、少し後ろから5番、それを見るようにママクロス。10番、並んできた。少し離れてスペシャルウィーク、第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。栄光まで400。エアグレーブ、花を進む。最終コーナー最初に駆け抜けてきたのはエアグレーブ。エアグレーブ速い速い、もはや独走状態。200を通過、強すぎる。先頭は変わらず、エアグレーブ。エアグレーブリードは8発進。エアグレーブ強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。秋の京都に女王降臨、エアグレーブ見事に周華賞を制した。2着にはウォッカ、3着に入ったのはダイワスカーレット。聞こえるかこの歓声、これが理想というものだ。